これ実在の人物です。非常にある業界では有名な人です。イギリスのスパイ史、スパイの歴史の中で、最大の汚点、これがね、事実は小説より奇ないとよく言いますが、えみたいな、マジでみたいな話連続なの。これめちゃくちゃ面白い。2人の、巨匠作家ですよ。このキムヒルビー事件をもとにそれぞれ小説を書いてるわけっていうのも合わせて紹介した。今日のことはこれです。キムヒルビー、核も親密な裏切り。千葉君、キムヒルビーですよ。キムヒルビーのこれ本なんですけど、これは今単行本ですけど、この文庫版がね出たっていうんで、おこれは紹介しなきゃいけないというんで持ってきました。これ実在の人物です。非常にある業界では有名な人です。スパイ業界です。キム・ヒルビーっていうのはイギリス人なんですけど、イギリスの情報機関 MI6 の、幹部だったんです。ただし彼はソ連のスパイだったんですっていうね、イギリスのスパイ史、スパイの歴史の中で、最大の汚点だって、幹部がソ連のスパイだったっていうね、彼が幹部だった十何年間は全部イギリスの情報はソ連にダダ漏れだったわけ。しかもイギリスっていうのはアメリカと、親密な同盟国だから、アメリカの情報もつまりそのソ連に流れてたっていうのが発覚した事件があって、じゃあキム・ヒルビーっていうのは何者で、でなぜそんなことになったのかっていうのをまとめられた本なんだけど、これがね、事実は小説より奇ないとはよく言いますが、えみたいな、マジでみたいな話連続なの。これめちゃくちゃ面白い。しかもキム・ヒルビーっていうのは実在のね MI6 の幹部だったんで、ここにいる2つの作品の作家の上司みたいな関係だった。1人はグレアム・グリーン、もう1人はジョン・ルカレっていう2人の、巨匠作家ですよ。ジョン・ルカレ、グレアム・グリーンはこのキム・ヒルビー事件をもとにそれぞれ小説を書いてるわけっていうのも合わせて紹介した。でそもそもじゃあキム・ヒルビーと何者かというのを話します。で彼はイギリス領のインド生まれ、1921年、でお父さんがめちゃくちゃ有名人で、当時はインドの行政官だったんだけど、後にアラブ学者みたいなのでものすごい有名な人だ。ただし変わり者で厳格で家では暴君だったっていうんで、かなり虐げられた幼少期で、それがね多分彼の人格形成に、深く関わってると言われてます。でキム・ヒルビー、非常に優秀な人で、ケンブリッジに入学して、そこでどうやら共産主義にはまったと。そこでソ連側と通じてスパイとしての活動を始めると。ケンブリッジで学生してる間にもスパイになって、で卒業してどうしようかなと思うじゃない、雑誌社に就職することになります。お父さん有名だし、ケンブリッジで人脈もものすごくエリート層の人脈がある彼だから、これはもうどこに就職しても出世できるこいつはってソ連から言われてたぐらいな人なわけ。実際雑誌記者になって、スペイン内戦が始まったんで、そこの記者として取材して、そこに名を挙げます。いい記者がいるねと。でね、ソ連のスパイだからどうやってイギリスの情報機関に入り込んでいくかっていうのがポイントじゃない。どうするか。お父さん有名人だし、友達関係もめちゃくちゃエリート層だし、ケンブリッジでしかも記者として成果を上げてると。で彼は何をするかっていうと、ポロポロっとね種をまく、なんかちょっとそういう仕事も気になるんだよなみたいなのをポロポロ言うわけで、これも面白いんだけど、まさに本当に書いてあるんだけど、ロンドンに帰る列車の中で、スペインからね、女性記者と一緒に帰ってたと。その女性記者は噂でどうやらそのイギリスの諜報機関となんかちょっとご接点のある人だっていう噂はあった。そこでポロッと記者の中でね、こういう仕事もしてみたいんだよなってポロッと言うと、そしたらすぐさ連絡があって、会社に陸軍から連絡があって、小田君のとこのフィルビー君っているでしょと、なんか戦争の関係する仕事とかしたくないかなみたいな連絡来るわけよ。で2日後に公演で会って、その諜報部の人とね、でスカウトされて MI6 に入ると。彼はどんどんそこで出世していって、イギリスのワシントン支局長みたいな、中米のね、つまりアメリカのワシントン支局のボスになる。でも忘れちゃいけないよ、彼はソ連のスパイだからね。だから全部続けないわけだから、アルバニア内戦っていうか、アルバニアの政府転覆しようとイギリスとアメリカがね計画を立てるわけ。アルバニアの亡命人たちをアルバニアに入れて政府を転覆させようっていう計画を立てるんだけど、そのイギリス側の責任者がキム・ヒルビーなわけ。だ全部わかってるわけね。だから事前に何月何日に転覆させるために亡命
アルバニア人が行きますからねっていうのをソ連に伝えて、作戦が大失敗に終わる。数百人とか数千人が処刑されるという事件が起こるわけ。彼はそうやってソ連のスパイとしてどんどん活躍していくんだけど、とはいえ考えてください、ソ連側のスパイじゃない彼はね。もちろんアメリカ側、イギリス側のスパイもソ連にはいるわけじゃない。だから情報が入ってくるわけ。どうやらイギリスの中枢部にソ連のスパイが入ってるよって情報が来るわけよ、イギリス側にもね。でもスルーされたりとか。で、あとキム・ヒルビーっていうのは非常に人気のある人なので、仲間関係もあって仲間がかばってくれたりとかして、彼は全然そのままの地位で行くんだけど、これがね、 FBI の初代長官フーバーっていうのがいてさ、彼はもう40年ぐらい FBI 長官になってて有名な独裁者みたいなやつがいるんだけど、彼がやっぱりフィルビーは怪しいっていうんで、どんどんイギリス側をねせき立てて、でもイギリスは動かないじゃない、どうすると思います。その情報をフーバーは新聞社に漏らすわけ。イギリス の, あのフィルビーってやつはスパイだぞっつってアメリカが、で新聞を書き立てるじゃない。でようやくイギリス側もこれはまずいってなって、議会が動いたりとかして、このフィルビーをね、これお前スパイだろって追い詰めるわけ。ところがこれはめちゃくちゃ面白いんだけど、キム・ヒルビーは自分は潔白ですと、スパイじゃありませんと当然言うよねっていうんで、記者たちを家に集めて記者会見するわけ。で記者に質問されて、フィルビーに答えて、その話術とか人柄によって記者は全員、あ、彼は無実ですねと思い込んじゃうわけ。もうこれ本当の話で、議会で彼をね告発した人も議員も謝ったりして、ごめんなさいって、またあのスパイじゃありませんでしたっていうふうにね逃れちゃうわけ。でも一応フィルビーはまあこういう騒ぎになったからって言って MI6 を辞めるんだけど、またね何年かして MI6 に戻ってくる。さて、ところがこういう本が出て、彼はもうスパイだって分かってますよね。なぜ彼はスパイだと分かったのか、そしてその後どうなったのかっていうのも書かれてます。どうですか、これめちゃくちゃ面白い。でさっきも言ったように、ウィリアム・グリーンとジョン・ルカレっていうのはもう今彼らは元スパイだと分かってますけど、この2人の作家がキム・ヒルビーについてその事件、まあ、相当ショックだったわけじゃない。ウィリアム・グリーンは直属の上司だからね、自分の上司がずっと対ソ連対策でスパイ活動してた上司がソ連のスパイだったわけだから、ずっと騙されてきたわけっていうんで、そのキム・ヒルビー事件を元にっていうかね、まあ完全に創作なんだけどオリジナルの話を書くと、スパイにまつわる。でこれヒューマンファクターっていう、これめちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白い話なんだけど、これは人はなぜ裏切るのかっていうのが書かれてる、その心理が。ちょっとストーリーはね序盤で結構ねいろんなことがあるんで、あの言うと面白くないんでぜひ読んでほしいんですけど、なんで人は裏切るのか、なんで人は国家に背くのか、人間にとって一番何が大事なのかっていうのが書かれてる。で一方、ジョン・ルカレのティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイって、これは有名な僕も大好きな話なんですけど、ジョン・ルカレはねキム・ヒルビーに相当厳しいわけ。ウィリアム・グリーンはキム・ヒルビーに同情的な見方をして書いてるんだけど、ジョン・ルカレの方がかなり厳しくて、あのインタビューとかでも一回会わないかって連絡来たんだけど会わなかったと、あいつはあいつのせいで数千人死んでんだよという立場なんで、まあ、ちょっとあの見方が変わるスパイもの。でもこれは本当にキム・ヒルビー事件のかなりの要素が入ってる。実際にイギリスの諜報部の中にスパイがいて、一体誰がそのスパイなのかっていうのを探していくって話なんで、どちらもおすすめ。だこの3冊は、ね、もうマストですよ。これ素晴らしい、ぜひ読んでほしいなと思います。ぜひぜひ濃厚な読書が楽しめますんでおすすめです。さよなら。